おいしんぼ問題ですよ、ね、おいしんぼまたね聞きにくいこと話しにくいことを聞いてきましおいしんぼ問題というのは何かっていうと、えーまあ、あの漫画の「おいしんぼ」ですね「前画の美味しんぼで」で、えーまあ、登場人物が福島に行って、えー、現地で過ごしていると鼻血が出たと。で福島には明らかにこういうふうな健康被害があるぞというふうなことを書いた。 で,すよ、ね、でそれに関してさあそれはどうなのかというやつなんですよで今結局どうなったのかな、えー、編集部が謝罪したのかなだと思いますねでうんどうなんだろうねうあ作者は反省してません <laughs> どうだろうね いやあのね話しにくいなって思ってんのはね僕作者だったらね自分が鼻血出たら絶対に書くよね。でそれは何でかっていうとうんひょっとしたらこれは放射能とか原発事故と関係ないかもしれないけどもこのことを 世の中に訴えとかなきゃいけないっていうね義務感が出たんじゃないのかなと思うんだなで後で間違いだと分かって叩かれたとしてもうん何もしなかったより後悔せずに死ねるなっていうふうに発想したと思う地元は大迷惑だな、うん、地元は大迷惑かも分かんないよねかも分かんないじゃない大迷惑だろうね風評被害そのものなんだもんな。で あ意識の高い人そう言われちゃうとね反論のしようがないけどさうんいや今僕こんなにねこう困ってるのは何で,何でかっていうと僕だったら絶対やってるだろうなって思うもん <laughs> 言っちゃ悪いけどうんで,うんでそのことに関して編集部から謝罪してくれって言われたら謝罪しないだろうな。<laughs> <laughs> 連載切られてもいいとか、ね、絶対ね俺で、ね、言うだろうね意地になるっていうのもあるんだけどもんもし自分が自身が鼻血出たっていうふうなことであったらそれを勝手に因果関係とかの立証とか関係なしに言いたくなっちゃうと思うんだけどもよくわかんないこれはあのみんなは言いたくならないそういうふうな時に。なんかね自分の中で 関係あるかないかわかんないけども、絶対にこれって言わなきゃいけないんじゃないのかという義務感というか変な正義感みたいなものが発生しないのかな。俺するよ。うん。おで、もそれほど視野が狭くない。うんうんうん。だ、さっきのあの教師問題と同じだよね。これはもう本当にね、自分だったらどうするのかという問題で、自分だったら絶対に自分の子供の だろうえー、入学を優先するいや自分だったらもうそんなもん学校の入学式を優先するみたいなもんででただこれってさっきも言ったように風評被害込みのもんだから自分がやってることが迷惑をかけるっていうこともあるんだけどもなんかねその風評被害風評被害っていうふうに言われて <laughs> まるで、えー、今の福島県を含めて原発の,その被害エリアと言われるところが何もないみたいなことを 言おううととしてているるる風潮に対対すアンチな心っていうのが絶対俺の中で芽生えると思うんだよねだからこそねすごい言いにくいの。あのー、で風評被害っていう考えをベースにしたらできるだけもう安全なんですここは安全が確認されましたこれ以上危ない危ないというのは風評被害ですっていうふうなことを言う人はすごくその気持ちはすごいよくわかるんだけども。 同時に、ね、何,だろうな何もねえはずないじゃんとかあと現に今福島県から、えー、女の人の流出が止まらない若い女の人の流出が止まらないというのはこれ,これはあのクローズアップ現代でも語られてたよね。今人口がどういういいふうになっているのかっていうとその 本当に原発の被害のあるところからどん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 若い人からとかの人口の流出が止まらないっていうのがその外で語りにくいことが実際の行動になって現れていることだと思うんだ。で僕はもうこの「ニコ生ゼミ」が始まった1回目ぐらいからあのこの件に関してはどっかで線引いた方がいいっていうのが僕の主張は主張なんだよね。だからそのののの時に第1回の放送で言ったのがもうあの 極端な話福島県っていうところから人一回全部出してでえっ、ー、とだろうな出してあそこの県に放射のうんいや言いにくいなやっぱり。<laughs> ということを考えたんで「拝見」って書いてあるんだけどな。うんでえー、そこまで 考えないとぼ僕がもし政治家だったらそこまでやらないと多分責任持って100年200年先の手は打てないとた今後3年4年5年10年の手だったら打てるよあのどん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 税金かけてクリーン作戦展開するとかあと人が住めるようなと,ところをどんどん増やすとか何ともできるんだけども100年200年のスパンで考えたらあこれはもう一気に人全部出しちゃった方が絶対に その後の後国民問題だねあのさっき言ったなんで若い人がどん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 流出してるのかということに対する答えもなんんだだろううななな出せると思っちゃうんだよななのでじゃあ話戻すね今話がガーッと広がってったから「おいしんぼの」の福島の鼻血問題に関してはえっ、ー、とね「いい悪い」で言うと「悪い」え。ー、作者は おそらく謝罪すべきおそらくじゃないな作者は謝罪すべきだし、うん、いい加減なこと書くなっていう主張はその通り風評被害のことを考えろ現地に住んでる人のことを考えろでしょオーストラリアに住んでるくせに <laughs> そんなことを鬼の首の取ったように言うなっていうのはう全部その通りなんだけども俺が作者だったらやってるからこんな、えー、切れ味の悪い言い方になるな。うん、だと思います。